どうも皆さん、こんにちは、ミネットです。さあ、つもり実況を続きやっていきましょうか。なんでこのタイトル画面にいるのかっていうと、夕方あたりですね、ちょっとリス住民が寝る前に、起動しておきまして、で、その状態で閉じております。で、今3時23分ということで、本来だったらリス住民がもう寝てる時間帯なんですよね。で、今から家の中に入っていくシーンになってるんですけど、ちょっとね、そのリス住民の様子っていうのを皆さんで一緒に見ていけたらなと思いまして、ちょっとこの画面で止めております。というわけでちょっと見ていきましょい。こんな感じなんですよね。桃子とキャロラインちゃんと、あとナターシャちゃんとララミーちゃんがいるんですけど、多分ねゆっくりと帰っていく感じなんですよね。キャロラインちゃんまだ帰らないんだ。いやでもこっち向かってってるな。まだ帰らないのかな。多分ララミーちゃんはもう完全に寝るモードに入ってるんですよね。多分ララミーちゃんはここが家なんですよね。ここが今もララミーちゃんの家になってるから、今日は買いますね。めっちゃ話しかけちゃう。ステンカラーコートみたいなシンプルな服を着こなすコツってあるんですか。すいません、すごく似合ってるからつい聞きたくなっちゃいました。ナターシャちゃんとかは上側に家があるんですよね。ここに家があるから多分こっちの方に向かっていくはずなんですけど、あれこれどうなるんだろう。協力するしないで一回しないを押したんですよね。でも今の時間ってエイブルシスターズ閉まってるから、協力しますって押したらどうなる。ありがとうございます。では早速なんですけど、今回見せてほしいのはスポーティーなコーディネートです。運動するのにぴったりな動きやすい服装や、スポーツ選手が競技をする時のような格好に着替えて見せてください。参考用としてスポーツのイメージな服をお渡ししておきますね。これでさ、釣りジャケットです。こんな感じのイメージでスポーツのコーディネートを押してみてください。もしコーディネートが思いつかなかったら、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでもいいですよ。これを、これ朝の5時までいてくれるの、琴乃さんって。あ、ナターシャちゃんついに変える感じかな。あとキャロラインちゃんどこ行ったんだろう。キャロラインちゃんもう完全に寝た？ただいまね、うわ、はいや。おー、ここでナターシャちゃんも、お休みと。入る瞬間に、一緒に入れないか。さすがに入れんか。オッケー。じゃあちょっと、琴乃さんって、朝の5時までいてくれるんかな？ちょっと、一回入ってみてもいい？受けた状態で、中に入って外に出るとどうなる？いないじゃん。いないじゃん。なんか依頼受けるだけ受けて帰りましたね。確かにそんなに長いこといないっていうのは知ってたんですけど、さすがにそらいなくなるわな。よし、じゃあちょっとあつ森の続きやっていきたいなと思います。ちょっとね、今回は島整備なんですけど、いろいろ届いてる気がする。ゴールドクレストと、あとダイヤル式電話とタイプライターが届いたから、これはスルーしてください。これはスルーしてもらって、でちょっとゴールドクレストのホワイトが手に入ったから、ちょっとこのゴールドクレストのホワイトの方を試していきたいなと思います。このさ、ジョッキーな服あるじゃないですか。これなんか桃子がくれたんですよね。これは確か、なんか誰かにあげようって思って買ったやつなんですけど、これがね、桃子がくれたんですよね。アルバムで、そう、なんかテンション上がりすぎて、リス住民めっちゃいるなって思って、すごい撮影しまくってたんですよね。でもさっきナターシャちゃんがいたから、このナターシャちゃんも込みで4人セットでいるみたいな感じのが撮れて、そういえばね、桃子がニックネーム考えてくれたんですよね。ミネミネ。ミネミネ島のミネだから、ミネミネにしてくれたんかなって思いながら、あ、これはね、なんかタイトル画面でララミーちゃんとグミちゃんが喋ってて可愛いなって思って撮ったやつと、あとここら辺のはなんかあれだね、なんか気に入って撮ったやつとかいろいろありますね。 OK、 じゃあちょっとせっかくゴールドクレストが届いたから、このゴールドクレストを配置していきたいなと思います。カカオなー、てかこの上になんか置けない？まあ、マウンテンバイク
そうだ、俺マウンテンバイクをね使おうと思ってたんですよ。こうしておいて靴脱げるスペースとで、ちょっとマイデザインを貼っていきます。よし、できた。でこっちのスペースのここの洋風のザックも取り除いて、コーヒーミルがあるんだから、なんかこのコーヒーミルの隣のこちらをどけまして、コーヒーミルとあと1個なんか持ってくるか。ここちょっとここのスペースは何か持ってくるとして、とりあえずこうしていくか。よし、ウェディングな柵で覆いまして、でここに1個石窯を配置するだけでいいんじゃないでしょうか。コーヒーミルの隣が欲しいな。ちょっとこれ考えましょう。でラタンのくずかごをちょっとどけて、でカカオから昨日購入したゴールドクレストがね、結構ここに置くと暗く感じてたんですよね。なんですけど下を白色にするだけで多分いい感じの色になるんじゃないかなと思います。昨日置いてたやつがこれなんですよね。なんか結構同じゴールドクレストでもやっぱ下の色が違うだけでも差が出るな。これにしておくか。であとはウェディングな柵をここに置いて OK ですね。まあまあまあ、だいたい綺麗になったんじゃないでしょうか。あ、そういえばね、最近知ったんですけど、カメラをね押すじゃないですか。カメラをした時にこういろいろな項目っていうのが出てくるじゃないですか。 ZL とか L を押したらなしとか、まあ、くっきりポップ、ふんわり、ドラマチック、フィルム、モノクロ、アンティークとかで、 L ボタンを押したら、まあ、フレームとかシネマとか出てきますよっていう項目が出てきて、まあ、この状態で動画を再生したらちょっとカメラ機能の良さを失ってる気がするじゃないですか。なんですけど、例えばカメラのここを選択した瞬間にプラスボタンを押すことによって、こう周りの背景をなくすことができるんですよね。でもこの状態でもズームできたりアウトできたりで、こっち向いてもらったりすることができるっていう、これをすることによって、撮影ボタンですね、撮影ボタンを押したら OK、 保存完了して、でアルバムを見てみたら、まあ、こんな感じでですね、さっきと違って項目が出てこなくなると。結構便利ですよね。さっきだったら項目が ZL とか R とかのやつが出てきてたんですけど、これをすることによって出てこないという感じです。これね、俺も最近知ったんで、ぜひぜひね皆さんも使ってみてください。カメラを押したら項目が出てくるんですけど、そのカメラを押す瞬間にプラスボタンを押してあげることによって、1枚写真は撮影しちゃうんですけど出てこなくなります。 OK です。まあこちらの紹介も終わったところで、早速ちょっと整備の方を続きやっていきましょう。ちょっとね、このリッキーくんの家とあとスパークくんの家の周りもちょっと整備できたらなっていうのと、いやここがね結構難しいんですよね。リッキーくんが青色でスパークくんの家が黒色だから、ちょっとそれに合った家具を持っていきましょう。よし、じゃあちょっと整備していきましょう。リッキーくんの家の周りにはなるべくちょっとおもちゃ系の家具があってもいいんじゃないかなって思ってるんですよね。例えばここにもう一個、ここだな、おもちゃ箱。うん、青色の家具がそんなにあるわけではないから、とりあえずこんだけにしておいて、であとスパークくんの家のところには物干しスタンドをここに置いての、これ回収しよう。であとはサイドテーブルとテーブルランプがあるから、なるべくサイドテーブルとで、テーブルランプを置いて、で、この真ん中にマウンテンバイク。マウンテンバイクの相性が最高すぎる。いいねー。ここまで来たら、あとは、マルチコンボを、
ここら辺に置いとく？どうすか？これでちょっとスパークくんの家の前も見ることができるし、ちょっとマルチコンポで曲を流すこともできると。まあ、今夜だから、あんまり曲も流さないようにしておいて、昼間になったらね、ちょっとつけてもいいかなって感じなんですけど、とりあえずあそこの部分はあんな感じにしておいて、まあ、ゆっくりとね、まあ、完成に近づけていけたらなと思いまする。ティッシュから、アイアンシェルフを持ってきたんだった。忘れてた。アイアンシェルフ出すか。アロマポットにしておきましょう。こっちの方が白色でよくない？アロマポットにしておいて、これ逆の方がいいかな。ケーキとティーカップ。マウンテンバイクが白色のやつが桃子の家の隣にあったから、これをここに置いておくとかどう？ここに一個置いといて、世界の道しるべの白色がね、実は余ってるんですよね。世界の道しるべここにも一個飾ってるから、ちょっと多すぎるか。やめておこう。で、あとは、これだね。ウェディングの坂あと16個か。まあギリギリ足りてよかったかなって感じですね。よし。これ繋げない方がよかったかな。これ繋げない方がよくね？繋げない方がいい気がするな。飾る。でかいな。あ、でかいな、これ。こんなにでかいんだ。ちょっとサービングカートには乗り切ってないよな。どうしよう。ちょっと違和感ある気がするよな、これ。まあまあまあ、一旦こうしておくか。あとね、ちょっとアイアンシェルフ持ってきたのを忘れてたから、ちょっとアイアンシェルフを配置していこうかなと思います。よし、オッケー。まあまあまあ、スパークくんの家の周りはだいたい黒い家具が揃ってきたんじゃないでしょうか。リッキーくんの家の周りもいい感じですね。まあこの調子でね、ちょっとここら辺も整備していけたらなと思います。まあというわけで今回はですね、カメラ機能の紹介と、あと洋風スペースの整備でした。今回はこの辺でやっておきましょう。皆さんもぜひぜひ、カメラを押した時にプラスボタンを押して、こちらのね、カメラ機能を試してみてください。というわけで今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな。